聞いて、さっき街ですれ違った女の人がね、すっごくセクシーでかっこよかったのよ。背が高くてスタイル抜群で、おまけにへそ出しの服まで着てたんだけど、バッチリ決まってたの。もちろん着こなせる自信はあるわよ。当たり前じゃない。なんて言ったってじゃーん、ビジネス界出身だし。でもやっぱり大人にしか出せない美しさってあるのよね。悔しいけど憧れちゃう。さすがの私でもあのクールでかっこいい大人の魅力を表現するのは難易度が高いもの。でも手に入れてみせるわ、大人の魅力。今の私にだってきっとそんな魅力があるはずだもの。自分の魅力を見つける力もスクールアイドルにとって大切だと思わない？時に可憐に、時に大人に。できるスクールアイドルは幅広い表現を持たなくっちゃ。よーし、燃えてきた。これから帰って鏡の前でファッションショーよ。自分の大人の魅力を見つけるの。うん、勉強も大事ですね。そうね、勉強もよね。勉強か。